プラネタリウム外観岐阜市科学館は岐阜県岐阜市にある岐阜市が運営する公共の科学館である科学を楽しみながら体験できる展示物が多数あり遊びながら学ぶことができる毎年夏休み期間中に行われる子供向けの特別展示は特に人気を博しているほかプラネタリウムも投影される番組を季節によって入れ替え番組も子供向けから大人向けまでラインナップし人気が ある。1980年まで岐阜市児童科学館として岐阜公園内にあったが現在の場所に新築移転された。岐阜市の豊かな自然を楽しみながら体験することができる。子供から大人まで体験を通して科学の基礎となる原理、原則を学ぶことができる。今、身の回りに存在する科学技術を紹介。 さらに将来に存在しているであろう技術を紹介。地球の気象やマグマの動きなどを学ぶことができる竜巻実験装置は人が入っても竜巻が壊れにくい日本で最初の装置である。宇宙の壮大なスケールを体感することができる。投影される番組は季節によって入れ替え、番組も子供向けから大人向けまでラインナップ、1日に何度か投影する。 大人向け番組で、岐阜市科学館製作のオリジナル番組もある。サイエンスショーの実演などができる。サイエンスステージ。定期的に開催している。屋上の天文台にある望遠鏡を使用し、天体観望会を定期的に開催している。休日の昼間には、定期的に観望会を開催し昼間に見られる。天体を観望できる。 1958年4月から1984年11月まで、岐阜市水道山にあった、岐阜プラネタリウムに設置されていたカールザイス社製の小型プラネタリウムが展示されている。世界中に257機納入され、日本に納入された2機のうちの1機、もう1機は、旭川市青少年科学館に納入された、カールザイス社製のプラネタリウムは、 大型のものを含めても日本には7機しか輸入されていない団体は20人以上。夏の特別展などは別の料金体系になる場合がある。岐阜市内在住の中学生以下は常設展示室及びプラネタリウムの観覧料が無料。家庭の非中学生以下とその家族は常設展示及びプラネタリウムの観覧料が無料。 2007年4月1日から実施中駐車料金、無料、名鉄岐阜駅、または JR 岐阜駅より乗車。鏡島市橋戦車橋駅乗車、科学館前で下車、JR 西岐阜駅から東へ、徒歩15分、ありがとうございます。